ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネッケスです。本日はゴテローレルガチャ長江より山本源流祭主役に来いバッパども。前もこのセリフなかったかな強化していきましょう。はい、必要な、あ、ちょっとね。あ、浮竹さんを混ぜたくなかった。はい、必要な素材。覚醒。はい、さらに強化。キャケさんを除いた感じ。必要な素材。能力解放。あ、はい、こちらは通常攻撃特化型となっていますんで、ここは攻撃10まで上げちゃいましょう。で、グルバトで使うことを考えると、攻撃会心防御体力、最後にレアですね。レベル1で攻撃、レベル2で会心、レベル3、4防御体力を好きな順番で、グルバトで使うんであれば体力防御ですね。で、最後にレア圧。特別抽選は攻撃会心がおすすめです。攻撃250と会心戦だったら攻撃250の方がおすすめです。で、しっかり20まで強化しましょう。通常特化型の場合は、まず1個は攻撃です。で、今回のこのソウル特性であれば、もう攻撃だけ上げれば十分な感じですね。で、もう1個のボーナスアビリティは何選んでもいいですが、グループバトルのサブで使うことを考えると、体力最大値がいいんじゃないかなと思います。これでより火力が伸ばせますね。うん、とってもいいと思います。じゃあ一旦ここで挟みましょう。こちらがレベル200まで強化した山本源流祭刺激国ブレイブ、ブレイブバージョン、所属は死神隊長、キラーは人間キラー、必殺技問答はしまいじゃ、残白刀を解放して炎を放って当たった敵全員絶大ダメージを与え、やけどにする。ソウル特性は体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップ。ようやく来ましたね。速の体力最大時通常 40% アップ、非常に強い能力ですね。たわけるな。世界の正義をないがしろにしてまで通すべき己の正義などない。山本源流祭刺激国五帝十三隊の一番隊隊長および総隊長を兼ねる、浮竹と協力の神王霊術院の師であり、常に正義を掲げ正義のために戦えと教え諭していた。一度言ってるはずなんですけども、海岸はレベル1で攻撃、レベル2で会心、防御体力がお好きな順番で、最後が霊圧ですね。特別抽選は攻撃会心がおすすめです。攻撃250と会心戦だったら攻撃250がおすすめです。特にね、あのリンク要因にもなるんで絶対攻撃をつけたいところですね。撃破数ボーナス10、20、30、40で10%、10%、10%、20%と上がっていきますと。
で、パッシブスキル緊急回復回数プラス1、通常攻撃ハニーアップ 20%、敵ガード無効、通常攻撃ダメージ、アビリティが通常攻撃ダメージ 40% アップ、強攻撃 30% アップ、被ダメージ 16% ダウン、麻痺無効、人間ダメージ軽減、グループバトル時通常攻撃1つアッププラス2、体力最大値限定通常攻撃ダメージ 40% アップ、グループバトル時赤攻撃 30% アップ、グループバトル時キラー効果 50% アップ、スーパーマースタート時バリアプラス10。はい。ボナービはやっぱ攻撃は絶対つけたいところですね。っていう感じ。おすすめのアクセリンク。通常攻撃とか型なんで、攻撃、第二効果は攻撃ですね。一つ目、チャッピー。ごチャッピーですね。ごチャッピー、マキエ。そして木刀、これが通常攻撃としてはいいんじゃないかなと思います。もちろんより火力を上げたい場合に金チャッピーともいいですね。たまに聞かれるんですけども、金パプ星5プラスはどうですかと、金パプってどこか、あ、違う、金パップ、もしかして攻撃30つけてなかったりする？あまりにも使わないんで攻撃30をつけてない可能性がある。つけてないね、こんだけいっぱいあるのにつけてないね。ちょっと1個ぐらいつけてあげるか。まあ、使わないんですけどね。で、星5プラスの、金パップどうですかという意見に対しては、蒔絵の方がいいですね。会心も上がる蒔絵の方が全然いいっす。まあ、木刀と比べたらどうかなっていうところだけども、木刀とだったら金パプの方かな。でも蒔絵と僕星5プラスの金パブだったら巻きのが強いです。で、ここは、ま、できるんであれば月島さんとかいいよね。通常に体力最大は月島さんだけかな、だけですね。そしたらあとは倍率の高い通常ちょっと30だと強すぎちゃう。月島さんも外して 20-20-20 にしよっか。20 20、単純な20全然いいね。20、20、20、20、こんな感じでやっていきましょうか。先週取ろうと思って取ってなくて、継承試練俺一回も先週分やり忘れたな。クリアしないように気をつけないと。来いバッパども、ちょうどマキに行ってるらしいです。ぴったりだな。
でどんどん強くなる。マックスですね。すげえな。普通のクエストと変わんないんだよ。京一、横幅のある前方攻撃。京二、京二はちょっと待ってね、ちゃんと公式をもうね開いといたのよ。京二は自身を中心とした遠範囲の攻撃。京三、突進ですね。京一が、なんか自身を前方攻撃に見えるけどね、横幅の広い前方攻撃っていう感じに見えないけどな。京二が自身を中心とした遠範囲で必殺。聞き分けがないの、覚悟は良いかの。一瞬体調周り脱いでるのが見えたね。面白い。さあ、来いバッパども。あーでもこれあれか、燃えちゃうやまじいか。ヤマジーが火傷になるの残念じゃないですね。強すぎてよう分かんないですね。聞き分けがないの、覚悟は良いかの。聞き分けがないの、覚悟は良いかの。問答は拉致もなし。かけな。来いバッパども。グルバドの人間キラーのところで使う予定なので、ちょっとレベルを上げようかなと。でお話ししたように会心ですね。はい、来いバッパども。リンク要因としても非常に重要で、人間キラーの通常型として非常に高火力ですね。こんな感じで、まあ、バフ役がタツキになってしまうのがちょっと残念なんですけども、バトル用の駒村さんと比べると、今回のマジはグルバト用というところが非常に強いですね。ぜひ早くグルバトでの活躍を見てみたいですね。来いバッパども。たわけるな。世界の正義をないがしろにしてまでそうすべき己の正義などない。比較だ、人間キラー赤のところで圧倒的にグルバト要員として強いキャラクターですね。
で人間キラーで言うと、まあ、メインはソイフォンかなと。でソイフォンのバフ要因として、って思ったらソイフォン自身がバフ要因でした。なので、ヤマジーのバフは、メインであるソイフォンがかけてくれると。で真っ白が、力属性死神の状態以上全ダメアップがあるんで、ソイフォンの火力を上げてくれる上に、本人も人間キラーで噛み合うと。だこの頭3キャラがすごくいいんじゃないかなと思いますね。即属性、なるほど、こんな感じか。はい、っていう感じでしょうか。来い、バッパども、たわけるな。世界の正義をないがしろにしてまで通すべき己の正義などない。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。